どうもサビカーペロンナカー、どうも皆様こんにちは、ペロンです。はい、今日はですね、タイ語で使ってはいけない、もしくは使うときにすごく気をつけないといけないタイ語を紹介したいと思います。はい、まあ使ってはいけないわけではないんですけども、まあ使うときにシチュエーションとかに応じてちょっと使い方を間違えると変な意味に捉えられてしまう可能性があるとか、そういうのを含むタイ語です。はい、今日の使ってはいけない、もしくは今日のというか今日が初めてなんですけども、今日の使ってはいけない、もしくは使うときに気をつけないといけないタイ語、その1、こちらです。チャックワオ、チャックワオ。はい、ではこの単語は一体どういう意味を示すのでしょうか。 VTR の方をご覧ください。どうぞ。 OK なかガムランジャチャックワオなかパイルイ。ไม่ไหวนะครับอายุ43ปีแล้วจะกว่าไม่ไหวはい、わかったでしょうか。はい、答えはタコ揚げです。チャックワオでタコ揚げという意味になりますが、これをちょっと分解して説明していくとですね、チャックというのはズボンのチャックとかそういう意味のチャックではないです。チャックっていうのは引っ張るとか、まあ手こきをするっていう意味になります。まあこうチャックチャックチャック、こういうのをチャックって言います。はい、でワオっていうのはタコですよね。だからタコを引っ張るでチャックワオという意味になります。はい、でまあ手こきをする、そのタコを手こきをするこの手が何かに似てますよね。まあまあもう分かる人は多分分かったと思います。すごく有名な単語です、チャックワオ。これはですね、タコを上げるという意味の他に、まあ G 行為をするとかマスターベーションをするという意味になります。なのでよし行こう、チャクワオ行こうや、例えばこういうのを別にタコを持ってる状態でなく、まあ、タコ揚げ行こうやみたいな言い方をすると、よしマスターベーションしに行こうぜ、オナニーしに行こうぜみたいな、そういう意味になるので、まあ場合によってはこれ笑いが取れる単語だったりもするんですけども、まあまあそこはちょっと使い方を間違えるとちょっと変な意味に捉えられたりとか、そういうこともあるので気をつけて使ってください。まあ本日の、ペロンの使ってはいけない、もしくは使うときに気をつけないといけないタイ語講座でした。今日はチャックワオでした。ではではまた会いましょう。サワディカー、ジューカンナカー。